今日ね、一つのテーマにもなってくると思うんですが皆さんの心の中というのかな皆さんという人間の中にこういうものが存在しております本領とかね進化とか呼ばれるもの進化を発揮する本領を発揮する ね、まあ、日常ではあんまり使う単語でもないけど、でも小説の中だったり、ドラマの中だったりなんかで、皆さんちょいちょい耳、えー、目にする、耳にする単語だと思うんですよね。まあ、今回はほ同じような意味合いとして使いたいと思いますが、言い方をもし少し変えるのであれば、こんな言い方もできるかもしれない。本質ですよね。皆さんの中にある本質。 で、子供の頃って誰もが本領を発揮して生きてます。子供生まれた時から、なんか進化発揮できてない子供っていないじゃないですか。本質につながってない子供っていないじゃないですか。みんな生まれた時はもうツルンツルンのピッカピカのテッカテカですよ。こんな感じですわ、だから。<laughs> ねえ、<laughs> なんでもう吉川だって全然めっちゃ見てんだもんだって。み <laughs> <laughs>、あの、で生まれてくるじゃないですか。ところが、生きていく上で、 いろんな鎧を身につけたり、いろんな制限を身につけて、気づくと自分の本領進化とつながれていなかったり、これを発揮できてない、ということに陥ることってあると思うんですよね、うん。生まれた時のあの純粋さはどこ行ったんだろうとか。まあまあまあ、世のちょっと極端な例になりますけど、世の中には、いますよね。やっぱり人に。 極度の迷惑をかけてしまう人。あまあまあ、例えるなら、殺人犯とかね、うん。犯罪、重度の犯罪の加害者とかって、生まれた時から悪人じゃないじゃないですか。きっとね、本当に真心も優しさも愛もいっぱいあったはずなんだけど、生まれた環境だったりとか、あるいは自分自身の心のあり方、選択とかの一つ一つが気づけばここに繋がれていない。 つながってないってことってあると思うんですよね。で、今日の授業というのはまさにね、午前中も午後も含めて皆さんの中の本領進化をもう一回思い出すワークになると思います。うん、思い出すってポイントね、うん。本領進化を作るとかじゃないんですよ、うん。ただただ思い出すだけでいいんです。多分、 そんなに深いとこまで眠ってないんだよ。掘って掘って掘って掘り起こさないとないと思うんじゃないんですよ。きっとね、ちょっと膜がかかってたり、ちょっとなんかカーテンかかってるだけで、うん。これでもペッと開ければ、きっと、すぐそこにあるはずなんです。うん。ところが、私たちってね、子供の頃本領進化発揮して生きてるんだけど、大人になって、 いつもいつも、なんか、本領進化。まあ、簡単に言うと本気で生きてたりすると、どちらかというと否定される傾向にないですか。いつもいつも本気の人って。ああ、ここまで振り切るともうあれよ。振り切ってもう完全に変態になると、案外人がついてきてくれたりするんですけど、いや、社会人の時に、こういうキャラって、どちらかというと、球団、攻撃されると思いません社会人と言わなくても、もう、 中学生ぐらいの時点で、なんかね、本気なやつより、ちょっと冷めてるやつの方がかっこいいみたいなとこないいつもいつもなんか漫画の主人公みたいな熱く燃えてると、じゃあそういうのいいから、そういうの寒いからとか言って燃えてるはずなのに寒いとか言われるわけ <laughs> そう。で、冷めてるやつの方が熱いとか言わもうわけわかんないわけよ。 うん、そういう状態になっていくよね。なんかね、日本だけなのかな僕ね、外国をそんな詳しいわけでもないし、オランダなんか全然知らないですけど、<laughs> なんかね、こう、透かしてる方がかっこいいみたいなところってあったりするじゃないですか。で、まあ、思春期の頃はそれそれでいいとして、大人になったら、絶対本気の方がかっこよくないですか普通に考えたら。いつもどんな時も全力本気みたいな、 大人のが絶対かっこよくないうん。だコンビニの店員さんでもいいわ。ねもう僕がレジに並んでたら、ざっと来て、あ、お客様どうぞこちらへって、いらっしゃいませ。おはようございます。いつもありがとうございます。って、ピッとやってさ、どうか今日も一日なさってください。っいってらっしゃいって、めっちゃ真心で迎え合ってくれる人がいたら、なんかこの人ちょっとうるさいなって言う人もいるかもしれないよ。なんか元気すぎてちょっとうざいんですけどって人もそりゃ、中にはいるかもしれないけど、 結構大半の人が、なんか感じがいい店員さんだな、とかね。芸人さっていいな、あの人の笑顔に触れると元気になるんですけど、みたいな。うん。接客業はそういう方いますよね。焼肉屋の店員さんとかで、もうめちゃめちゃ生き生きしてる人とか。いますよね、居酒屋さんとかでも。ね、あの居酒屋てっぺんの人だったりとか、ね、仲間の焼肉屋さんだったりとかって、そういう方もいると思うんですけど、えっ、ー、と、めちゃめちゃエネルギッシュで元気な、 銀行員って見たことあるよらっしゃいませどうぞ、ようこそいらっしゃいました <laughs> こんにちはようこそ水本銀行へとかね。めっちゃ出迎えられたこととかってあんまないよね。ないよね。じゃじゃよく考えると <laughs> 僕らってその銀行にお金を預けることによって利益をもたらしてるはずなんですよ。 うん。え、だってわざとエグい言い方したら、銀行なんつうもんは、僕らが預けたお金を勝手に運用して、利益を上げてるわけさ。そうよね。で、僕らめっちゃ預けても、金利とかあんまつけてくれないわけうう。しょうがないから、なんか10円くらいつけてたるわ、みたいな。<laughs> うん、0円はつけたれんぞ、みたいな。今の時代は、みたいな。そういう時代やからな、みたいな。もう、ちょっと一人、すごい、お聞き苦しい方がいると思うんですけど。<laughs> ごめんね。あの、ほんとそうじゃん。 だから別に銀行がいいとか悪いとかじゃなくて、少なくとももうちょっと歓迎してくれてもいいじゃん、別に。うん。めっちゃ歓迎してくれてよくないかあの、言ってしまえば何、サービスを買ってるのとまあまあ一緒じゃん、別に焼肉を美味しく食べに行ったりとか、ね、コンビニでなんかを買うっていうのと、別に、なっちゅうから本質っていうのかな、その、ねカテゴリーを別に変わらないと思うんですけど。ね、でもなんか、みんな、ほら、どっちかとちょっと透かしてるじゃないですか。 銀行員の方って、うん。今日はやたら銀行員を責めます。<laughs> もうちょっとサービス業よりでいいはずなんだけど、銀行業という、なんか誰が作ったのかわからないそのルールというか、監修のようなものが、こういうものを奪うんですよね。誰かが始めたわけだ、結局。 別にそんなお客さんにサービスとかしなくていいよって言ったのかどうかよくわからないけど、なんか透かしてる人が誰かいて、そこに習っていくうちに業界そのものがそうなってしまったみたいな。だって、美容師さんが透かしてたらまあまあ感じ悪いよ。<laughs> ありがます。こちらどうぞ、みたいな。何 <laughs> れですかみたいなね。でも、銀行ってそれ割と普通だもんね。いや、銀行のみならず、そういう何、サービス業以外の業種って、 そういう人普通です。で、何が言いたいかというと、私たちってもっともっとキラキラしたも持ってるし、もっともっとワクワク明るく生きていいはずなんだけど、社会の仕組みだったり、慣習だったりがそれを発揮させないことってよくあるよね。うん、っていうことなんです、うん。で、気づくと何が起こるかというと、皆さんの中で、 で、例えば、銀行の人でもそうだよね。すごい本領進化あって、本当はキラキラしてて。まあでも、周りの銀行員はあんまりそうやってないから、とりあえず習って、本当は明るいんだけど、ここは冷静にやっとこうと。あんまり俺ばっかちょっとうるさくてもあれだし、みたいな。っていうふうに、使い分けてたらいいんだけど、何が起こるかとというとそう。 みんなと同じようにやってるうちに、どん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 本領進化までがカーテンかぶってきて、もうなんかそんなものがあったことも忘れてしまって、気づくとそんな発揮ができていないって状態になりうるってことですよ。ていうかそんな大人しかいない。うん、あの、皆さんが異常ですから。<laughs> <laughs> 今日火曜日ですよ。平日の昼の10時からどうよ、この状態。もう朝からよッしーとよしこがイチャついてさ、ここで。こんなことしながらさ、<laughs> そう、作り合ってさ、本当に。そんな大人いないじゃないですか。そう、よこんな風だったらいいのにね、社会。で、本当に思う,うことがあります。うん。なので、少なくとも、えー、社会のリーダーである皆さんは、 もっともっとこれを発揮していいし。うんうん。別にね、あの、彼とかが、あの、銀行でいつもいつもガンチャーとかやる必要もないんだけど、<laughs> 心の中の本質はもっとキラキラしてていいし。うん。もっと輝いて僕らって生きられるよね。それを我慢しなくていいよね。うん。演技はしていいけど、我慢はしなくていいよね。ちょっとクールなふりをする。業種業態的に。 それはあるよ、だって、だって、助けとかがさ、あんまりいつもエネルギーして明るくても困るじゃん。うん。ね。なんか、なんか、病気の方がいらっしゃるときにさ、ね。どうされましたお客様とか言われてもさ、ね、違うだろうみたいな感じになっちゃうん、ね、で。 そうですよ。仕事は喜んでやりながら、うん。ちょっとね、表現としては淡々とやる。冷静にやるとも,もちろんいいんですけど、ね、冷静にやってるうちに、クールにやってるうちに、本気は寒いと言われ続けてるうちに、私たちってどん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 進化本領、なんか発揮できなくなってくるよね。そういう大人になっちゃったとすごく思うので、え、繰り返しますけど今日は、それをもう一回思い出してみようよ。子供の頃のように。 僕らって生まれていくうちに自分でね天井を決めます。限界こんなもんだろうって。まあ俺の人生こんなもんだよって。うん。いっぱい頑張って、まあまあこんぐらいだよって。いろんな天井を決めます。例えば年収。今の仕事やってるうちは、まあまあどんだけ頑張ってもせいぜいこんぐらいだろう。うん。とかね。 まあ、例えば、また出てくるけど、銀行とかも分かりやすいかもね。頑張って頑張って、支店長ぐらいになれば、こんぐらいかな。とかね。さらに上へ行くとこんぐらいにはなるかもしんないけど、それも難しいしな。まさか俺なんかがそんな役員クラスになれるわけもねえし。まあ、万が一役員になれたとしても、あんぐらいかな。みたいなね。せ、せいぜいそんなもんだろうって、決めちゃうとこあるし。 うん、で、年収以外の部分でも、まあ俺の人生ってこんなもんじゃないって決めちゃうとこありますよね、うん。でも、本当に人間の可能性って無限大だし、うん、自分でも思っても見なかったような人生っていくらでも起こり得るんです。思っても見なかったような人生のさらにその先にあるような、 人生っていくらでも起こりうるんです。けど皆さんがこれを発揮できないと天井がいつまでもここです。うんうん、自分で決めちゃってるんです。天井って、うん。子供の頃って無限だったよね。子供の頃って、例えば何になりたかったですか男の子は言いますよ。スーパー戦隊になりたい。うん、ね 僕の年齢とうね、バイオマンとかね、ダイナマンとかね、マスクマンとかね、あの辺の世代でした。えー、今はなんだっけ、キラメイジャーですね、えー。去年はリュウソウジャーでした、ね。知らないよね。そう、もうとにかくスーパー戦隊になれると、 信じて疑ってないわけですよ、ね。今でも僕の家には写真が残されています。僕がゴーグル5という戦隊ものの赤いマスクを被り、なぜかここに刀を刺して、紫色の、あのー、風呂敷を首にかけてこう、マントにして写ってるっていう。<laughs> その突っ込みどころしかなさすぎて、<laughs> 戦隊ものは刀を刺してねえし、そもそもマントしてねえからって話なんだけど、<laughs> そう。でも本人は、 ゴーグル5のレッドになれると信じて疑わないわけ。俺はレッドなんだっていう。もう、簡単に言うとこれで、ね、俺は絶対レッドになれるし、俺はレッドなんだって思ってるわけ。すごいよね。男の子どうだった一回ぐらいやったことないカメハメハって本当に出ないのかなって。やったでしょう んか知ら「ドラゴンボールのカメハメハ」って本当に出ないのかなとかねそう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 飛べるんじゃないかなとかね思ってたんですよ僕小学校2年生の時のクリスマスプレゼントお母さんに何頼んだかっていうと「風の谷のナウシカ」でナウシカが乗ってるあのメーベっていうあの乗り物頼みましたからそうそしたらお母さんに「いやーちょっとあれはねあの重たそうだからサンタさんが」って。 そうなんかアライグマのぬいぐるみかなんかに変わりましたけど、命令がおかしいなっ,って。<laughs> だいぶ変わったなと思いながら。そう、今でも覚えてますけど、そうなんですよ。だから、その頃ってね、どんな可能性でも信じてたし、俺って何にでもなれるって思ってたはずなんですよ。今もそうだよってことです。今からでも、どんな風にでも人生なんて変えていけるし。 有名な話ありますよね。第2項でやりました。60歳過ぎで、すべての仕事と食と家族といろいろ失って、そこから大逆転人生を歩んだのがカーネル・サンダースさんだった。ね。うん。う世界最高のもうフライドチキン屋さんになっちゃったわけですけど、彼は60歳からもう一度夢を目指した男だったわけですよね。どんだけ大逆転しとんねん、みたいな。 あるいはアメリカのリンカーンなんて大統領も、もう、鬱になるわ、自殺未遂するわ、もう家族失うわ、もう、ボロボロの人生で、最後はアメリカ大統領になったっていう。もう失敗と挫折しかないっていうね。うん、この大統領になったっていうのがもう、なんかハイライトなんで、ここしかスポットライト当たらないんですけど。で、皆さんの人生も、これからが、全然ピークですからね。今まだ仕込みだからね、本当に。 全然まだ煮込んでる時なんで、本当に。ずっとグツ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 煮込んでる時なんで、いよいよ完成なんてもっと後ですから、うん。僕、平成の31年間煮込み続けましたんで。そう、ちょうど僕が小学校の時に、担任の先生から史上最低の子供って言われたのが大体平成元年ぐらいだったんで。そう、31年間ずっとしどかったですよ、僕。そう、令和になったんで、もうさあ、いよいよ俺の時代来たなと思ってるんですけど。 そうの長かった ?31 年。<laughs> そう。でもね、31年間、やっぱりここが見えてなかったんです、僕は。うん、31年間、ずっと自分はこんなもんだって思い続けてたんです。けど、まあ、いろんな学びをしていく中で、そうか、俺の中にこれあるじゃん。ちゃんとここと繋がった生き方しよう。もっと発揮しよう。発揮していいんだ。もっと本気になっていいんだ。もっと笑顔になっていいんだ。うん、もっと思いやり持っていいんだ。 もっと調子こいていいんだって、いろいろ勘違いしてから変わり始めました。うん、いろいろポイントはあります。今日の午後もハードなワークを通じてこのあたり、もちろん発揮していきますけど、すごいことを言いますね。自分の進化本領を発揮して、素晴らしい人生を生きるには、まず自分に都合のいい思い込みをすること。 これポイントね。自分に都合のいいって。これを本当の自分勝手って言います。よく見て文字を。勝手というのは自分が勝利を収める手段って言うんです。ね、もうなんか、自己中わがままっていう意味で使われますけど、それ、あの、だいぶ意味合いが変わってしまって、本来は自分で勝手に自分が幸せになるための道、選択をしていいっていう意味合いもあります。 で、そういう意味では、自分に都合のいい思い込みをしたものから、本領進化って発揮できます。そうだよね。だって、本領進化なんて、思い込みだもん。ね、なんか無限の可能性あるかもしれないけど、ないかもしれないじゃん。制限ないかもしれないじゃん、あるかもしれないじゃん。けど、ないって思った人間は、本当になくなります。そうよね。だって、エジソンなんて、 変な言い方をすると、現代で言ったら100、100%発達障害児ですよね。完全なる ADHD とかですよ、ね。今で言ったら、病院行ったら絶対診断されて薬出るレベルだったと思いますよ。ね、だから、親があんたはダメな子ね。あんたは人に面倒を見てもらえないと生きていけないのよ。薬飲まないと生きていけないのよって言われてたら、きっと彼はそうなってたかも。けど、お母さんが彼の思い込み入れてくれたんですね。あ、最高よって。できるわよって。 ひたすら言い続けて、彼も、お俺できるかも、つっ,ったんで、うん、その、多動、もう落ち着きがない、集中力がない、もう意識があっち行ったりこっち行ったりするっていうのを、電気の開発という超絶能力に使っちゃったわけですよね。うん、あれもやってみよう、これもやってみよう。失敗しても全然失敗じゃねえし、みたいな。もう一回やってみよう、みたいな。これなかなか普通の人間には難しかったりするんですけど、彼は思い込みの数値が完全に入ってて、ものすごい本領進化発揮して、とてつもない異業を成し遂げてしまったのかもしれない、ね。 うん、これも思い込みです。そうなので人生ってまず1つ目自分に都合のいい思い込みをした人間が発揮できるし本領進化2つ目は自分に都合のいい言葉を使った人間が本領進化をめっちゃ発揮しやすくなります。これできる。絶対いい人生になる。ここからだ俺の人生って。 まだ何も始まっちゃいね。俺のピークはこれからだ。そうなんですあの、いつも例に出てきますけど、先日も突然現れたこのおじさん。ねえ、かもがししとさん。あの方自己紹介こう言いますよ。54歳のぐかりって。変態すぎるでしょ、本当に。ねえ、まだまだピークはこれからだ。っていう人。 ね、僕の尊敬する、あの、アチーブメント株式会社のね、佐藤さんというトレーナーの方も言ってます。私は人生のピークを70歳に持ってきたいとか言って。で、70過ぎたら75歳で持ってきたいとか言って、体力も気力もピークを75歳に持っていくって変態すぎでしょ、本当に。そんな人ね、いますよ。思い込んでるし、そういう言葉を使ってるってことですよね。ずっと青春。 僕もね、言いますよね。永遠の中二病って。<laughs> 超中二病でしょうだって。どう考えたって。よく考えてくださいね。42歳の、一応僕も社会人なんです。こう見えて。一応会社を経営してるんです。そういう男がですよ。なんかあの、なに、羽織とか着て袴とか着けてさ、刀こそ刺さないけどさ、ね、なんか和服とか着てさ、日本中手羽だーとか言ってるわけ。超中二病じゃね普通に考えたら。<laughs> いや、いいからそういうのとか言われるでしょ。あんたいい年こいて何やってんのって言われるよ。何が悲しいって僕が和服を着て池袋の街を歩いてるとコスプレだと思われるっていう。<laughs> いつも着てんのと思いながら。仕事と思って。そうなんですよ。でも、ほんとそうなんですよ。その辺いっぱいいるじゃん,なんか、休日とかに。 そうなんですコスプレだと思われてるんですけど、面白いよね。<laughs> そんな風に、本当に俺は永遠の青春だと、永遠の中二病だと言い続けてると、そんな気になってくるわけ。僕ね、本当に20代半ばの頃から、体力もあまり変わってないんですよ。多分ね、究極に思い込んでるからだと思う。そのシン、同い年ですけど、大概変態だと思ってると思います。<laughs> こいつ、マジで変態だなと。体力バカ なんなのこいつって多分思ってると思いますけど無限だろう俺異常だよね本当にいや自分でも思いますよやっぱ体力もねなんか四十過ぎるとなんか疲れやすくなるとか言うじゃないですかかけらも思ったことないもんねいつって言われたの35になっても変わんねえからあ三30過ぎた時に特に変わってなかったんで35過ぎると来るよって言われたのそうなんだと思ってで35過ぎたら全然変わんねえから 友達が言うわけ。四十過ぎると来るよから何って。で、四0過ぎたわけ。それとね、この前もあの、言われましたよ、彼に。45から来るよって。<laughs> あ、そう。楽しみにしてたんですけど。何も変わってないの、別に。全然変わってない。もう、なんか、無双モードに入るともう無限に動けるみたいな。どんだけ寝なくても大丈夫みたいな。それぐらい、自分に都合のいい思い込みをして、自分に都合のいい言葉を、 使いまくってるだけで本領進化って発揮しやすくなります。すごい簡単じゃないなんでみんなやらないんだろうと思うんです。<laughs> シンプルなことって当たり前すぎてみんなやらないんだよね。うん、実にシンプル。でもこういう質問が来るわけ。どうやったら思い込めますかって。 言ってる時点で思い込めてねえじゃん,って話なんだけど思い込みなんて何の許可もいらないんですから俺できると思ってるいいんだよひたすらにまずは大丈夫大丈夫これからこれから、ね、そして本領進化の発揮3番目がこれですポイントの心これね 最近脳科学者が本当に証明してました。脳は感謝が大好きなんだって。感謝すればするほど脳がどんどん磨かれていくんですって。逆に感謝しないと脳がね、わかりやすくと濁ってくそうです。うん。ドヨーンとしてくるわけです。ね、感謝って新鮮な気持ちじゃないとできないですよね。いつも何かを当たり前だと思ってたら感謝できないじゃないですか。 ねスターバックスの店員さんが例えば、ねいつも笑顔でいてくれること当たり前だと思ってたら、なんとも思わないんだけど、なんか朝も早いのに、いつも素敵な笑顔で迎えてくれるんだなってことに感謝できるって、毎日フレッシュな気持ちになるんですよね。その瞬間、またフレッシュな気持ちでその瞬間を楽しめる。うん。子供の頃っていつも、その瞬間、その瞬間を最高に楽しんでるわけです。うん。 まあね、ご神道では中、今なんて言い方しますけど、今、今、今、この瞬間の自分を最高に生きるっていう。すごいよね。だから余談だけど、子供たちの待ってる時間って、大人が待ってる感覚の何十倍だそうです。子供を5分待たせるっていうのは、大人がだいたい1時間40分待ってるんですって。うん。それぐらい、20倍待ってるそうです。 うん、ちょっと5分だけここで待っててねっていうのは、大人が1時間40分ここで待たされてるのと同じ感覚。うん。つまり、彼らはいつもフレッシュなんで、この瞬間を生きてるから、もう待たされるって最高の苦行なわけよね。うん。で逆に言うと、僕らもこの感謝ということを大切にする習慣です。これは、感謝しなさいという、そういう説教臭いメッセージじゃなくて、感謝をツールとして使うってことです。 感謝できる自分になる。ね。自分に都合のいい感謝です。これポイントね。感謝なんていくらでも自分に都合よくできない。うん、た例えばちょっと極端な例を言うね。えっと 家の中に、ややこしいお父さんがいたとしましょうよ。ややこしいお父さんと同居してる。いつもいつも、例えば、よしこにひどいことを言ってくる。あ、お前なんか全然あかんわみたいな。で、子供の頃だったら、なんで私はこんなお父さんのもとに生まれたんだろうって思うかもしれないけど、今僕たちは大人なんで、そうか、このお父さんがいてくれることによって、私は今日も心を鍛えられる。かね、このお父さんに寄り添うことによって、私は思いやりを発揮できる。 このお父さんと仲良くなれたら私はどこ行っても通用するだろう。お父さんありがとう。めっちゃ都合ええやん、これ。何それって感じでしょ。客観的事実で見たら、ね、娘に対してひどいことを言ってくる、罵声を浴びせてくる家族かもしれないじゃん。けどそれを自分に都合のいい解釈でいいってことです。感謝しちゃえんってことです。すると、どん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 自分の中の 本領進化を発揮しやすくなる。本領進化が発揮できるようになると、まず何が変わるかっていうと、本人の自覚はあまりないんです。現象が先に変わってきます。うん。本人はあんま変わってるんですよ。だって皆さんなんかどうせ謙虚だし、自分さっぴく癖あるから、本領進化結構発揮しても、いやいや、私なんてまだ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 とか言い出すわけ。ところがね、周りの現象が変わってくるの。なんか最近、結構頼られるなとかね。なんか最近結構相談される機会増えたんですけど、とかね。 なんか最近モーリーの人が優しいなとかね。なんか最近いい出会いが結構続くんですけど、みたいな。すげえいい人に会うんですけど、みたいな。それはね、後から自覚が来ます。私、ちょっとなんか発揮できてきたかも、みたいな。これ面白いね。そうなんです。ちょっとですね、なん,かなんとなく現象から変わり始めるんですよ。うん。よく見てないとわかんないけどね。あとは、なんか前はもっとくよくよしてたのに、ね、私、最近結構楽だな、みたいな。 心が楽だなみたいな。なんか引きずらなくなったなとか、最近結構前向きに生きてられるな、みたいな。うん、仕事で嫌なことあってもなんかリカバリー早いな、みたいなね、感じで、ちょっとずつ変わってきます、こううん。なので、今日の午後はこれをもう、もう引っぺがすワークをもちろんやりますけど、皆さんも日々の習慣的にこれを大事にしてもらうだけでも、全然変わってくるよ。本当に。都合よく生きようよ。 自分勝手にぎようよ。自分勝手でいいんだよ。わがまま自己中って意味じゃなくて、自分で自ら、勝手に、勝利のための手段を掴んでいくってことです。いいじゃん、幸せになりゃ。なって言っても、どんだけでも。不幸も選べるんですよ、僕ら。不幸になりたかったら簡単だよね。わがまま勝手に人傷つけて生きてれば、もうそれで不幸になりますから。 ね、傷つけすぎたら犯罪としてね、犯罪者でも放り込まれて、どんどん不幸になるじゃないですか。うん。それと逆もしかりで、どんだけでも幸せになれるってことです、ね。うん。幸せも不幸も自分で作り出せます。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。HIRO のメルマガ、HIRO メールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますので、ぜひご登録の方、お願いします。もちろん無料です。それでは、いってらっしゃい。